あーうまくが。うまく濡れてますね。ガンガン濡れてます。はい、川口プロデュースの林です。リベロです。今回ボードゲームグッズ紹介会です。グッズ紹介会、はい。日頃友達とボードゲームを遊ぶときに結構持っていくんですよ。どのくらい持っていくかちょっと今から出します。はい、だいたい有名どころとあとこういうこういうちっちゃいものもいっぱい、はい、だいたいね10人から10人以上集まってやるんですけど、こういった大きい袋を3、4個何人かで持ち寄ってボードゲーム会をやるんですけど、これめちゃめちゃ大変なんですよ。で、雨が降ったらタクシーに乗っちゃうんでお金もめちゃめちゃかかるんで、そこでなんといいアイテムを手に入れたんです。ほうほうほう。そのグッズ見たらね心躍るよきっと。なんかちょっとエッチな感じなんですけど街でよく見かける、はい、あるバッグなんだけど。あるバッグ、うん、ボードゲーム界はね、あ、分かった分かった、まあ、ボードゲームやってる人はね、はい、そのね、バッグを見るとね、あ、いいな、欲しいなって言ってて、なんとそれが、はい、ネットで買えたんです。おお。そうそう、今回はそのバッグにどれがどのくらい入るか検証していこうと思います。じゃあそのバッグをちょっと用意しますね。はい。じゃーん、来たー。もう分かったね。もう分かった、分かったね、リベ、はい、もう分かったね。開けます。はい。多分書いてありますもんね、そのものの文字がどっかに。あ、でも畳むとあのいつも街で見る印象と違いますね。ね、こんなにコンパクトになるんだね、はい、あのバッグは。出た出た出た。楽しいねこれね。あ、中になんかいろいろ入ってる。ん、中に、あ、これ仕切り、こうなってんだ。やっぱなんかこの温度を逃がさないようにみたいな、うん、銀色の。あ、ここも開くよ。おお。ちらっと見えたんですけど、うん、小物を入れるみたいな。あ、身が。本当だ。あるね。うん、ここも開く。ここもね。おお。ピピ。ん？ほら。ここがどうなった？これどこがここまでやらないとダメです。しゃくれます。だから、あ、中で繋がってんだ。だからピザとかあの幅が広いものをこっから入れるんだよ。なるほど。細長くてのものを余裕だな。わ、すごい。楽しい。ちょっとはしゃぎすぎたんで冷静になって外寸だけでもちょっと、あ、内寸も測るか。横がだいたい 46.5 で、奥行きがですね 27cm、 高さが 45cm。 内寸いきます。内寸なんか周りの保護の板を入れた状態で 45.5 かな。奥行きが 25.5、高さがだいたい 40cm。 しゃくれさせた状態で奥行きが 38cm までになりますね。はい、しゃくれ窓口だいたい 20cm ぐらいです。今分かったことがあります。はい。あの、この中の仕切り板、ここですね、この側面の、あ、ここに袋状になってるんで、こういう風に使うんですね。これ、なるほど、知らなかったよ。だって俺ウーバーイーツの人じゃないもん。あ、それで型崩れしないんだ。なるほど。こっちはもうしっかりしてるんだよね、もともと。この前面は。じゃあここのものが全部入るとは思わないんだけど、入れてみますか。入れてってみますか。はい。これ同じもの、これドミニオンとかカタンとかと有彩ですね。あ、これは入るんだよね。ボルカロス、これは入るね。
あのよく見るスタンダードな30cm×30cm のカタンとかドミニオンの箱は3つ入りますね、はい、横で。で、横の隙間に細長いゲームと、あと上にもちょっと余裕があるので、で、ここ蓋を閉める。え、蓋ってここはチャックがないんだ。ここはマジックテープなんだ。あ、これはマジックテープですね。そうそう。あ、重い。で、重い。ウーバーイーツの人だって声かけられるんじゃないですか。ウーバーイーツの人に、ウーバーイーツの人って声かけたことある？ないっす。なので林はこれから、はい、ウーバーイーツの名に泥を塗らないように交通マナー、交通ルールを守って自転車に乗ろうと思います。こんないいものをね、作ってくれる人たちに俺はそんな迷惑をかけられない。そんなイメージダウンするようなことはできない。あっとっとっと、あ、なんだこれ。あ、なんか取れた。なんか取れた。携帯とか財布とか入れる。あ、取り外しができる。なんだろう。そこにも。あ、これちょっとゴリラチームの方が大きいな。あ、じゃんけんゴリラにぴったり。ぴったり。じゃん。あ、すごい。これこうしてマジックテープでここ肩のベルト、こういうポーチみたいなのがつくんですけど、これ落ちないように、落ちてもほらマジックテープが外れても落ちないように。あ、で、ソロキャンとかこういった小物はここに入、はい、お、ちょっと雨の日はあれですけどね。雨の日はちょっとあれだけど、そうだね、雨の日はあれだけど、さすがにこれは、あ、入った。意外と入るぞ。ちょ、これ無理くり詰めて一番入る状態でこれだけ入りましたってテーブルに並べてみようと思います。はい。だいたいね、トラックの荷積みをするときも全部は無理と思うんだよね。一旦締め切ります。あ、すごい。でもさっきあれだけ並べてたゲームが2つしか残ってない。重い。重いけど、今までは両手にキャリーケースとトートバッグとか、さらにリュックを背負って移動してたんで、これはね、断然楽です。じゃあ入ったものを一回全部出してみましょう。で、あ、すごいすごい入ってる。数えるぞ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17タイトル入った。ありがとうございます。やったね。でもまだ余裕があるから、こういうカードゲームのはまだ5、6個入るんで、25タイトルまではいけるんじゃないかな。夢のようなグッズが手に入りました。よし、リベロ、はい、もう一つちょっと付き合ってくれ。なんすか。さっき言ってたよね、ここに入れたもの雨の日だったらって。ああ、言ってましたね。じゃあ雨の日、中はどれくらい濡れないのか、え、検証しようと思います。どうやって。シャワー貸してください。わかりました。じゃあちょっと風呂場へ移動します。水着を着てまいりましたよ。はい。これからこのウーバーイーツのバッグ、略してウバック、ウバックの防水性をね、ちょっと試そうと思います。はい。ティー。あー、あー、ウバックが、うまく濡れてたの？うまく濡れてます。ガンガン濡れてます。おお。おお。こんな感じですかね。こんな感じですかね。とりあえずこれで中身は拭かずに外側まで拭いて、はい、後で中が濡れてないかの検証をしたいと思います。はい。じゃあこれちょっとゆっくりシャワー浴びるんだよ。え？
でもこれ、え、何、あ、林さん濡れる必要あったんですかね。そういうことはさ、早く言ってよ。よし、今一緒にこのウバッグとシャワー浴びてきました、はい、でね、周りはね軽く拭いてるんですけど、周りはねすぐ水が切れます。ただここね、ここね、あの絡った時のここのクッションとか肩ベルトのクッションと、あと背中、はい、ここ通気性良くなってるところと、この腰当ては防水じゃないんで、ここはちょっと水を吸っちゃいます。まだ中身は開けてもないし拭いてもないです。そうそう、見てほら、ファスナーの、ほらファスナーのここすら、ほら防水じゃね、これ。そうっすね、完璧にね、ファスナーの溝すらね、これどうなってんのっていうぐらい、ほらもう手でこじ開けれないでしょ、間これ水入んないでしょ。継ぎ目がちゃんとされてます ね。よし、これ開けて、開けてちょっとティッシュで拭いて濡れてるかの検証しましょう。ティッシュで、ティッシュが濡れなければ、水滴ある？見えないですね、うん、触った感じはどう？あ、ちょっとさて、俺濡れてるから。いや、全然濡れてないです。おお、前を大きく開けて、いや、全然濡れてないです。お、全く。やっぱあのファスナー、うん、おお、すげえ感動だね。そういうのも考えられて作られてるんですね。やっぱね、食べ物とか運ぶもんだからね、商品を運ぶものなんで、はい、うわく雨の日のボードゲーム会最適です。おすすめです。リベロ、はい、ここで終わると思ってんだろ。え、違うんですか。実はこのうわく、林があるゲームを買いまして、それを運びたいがために買ったんで、そのボードゲームを今から出すんで、それがメインイベントです。おお、びっくりした。俺も浴びろって言われるのかと思った。10キロえ、一つのボードゲームでドーン。でかっ。なぜ気づかなかった。この謎に私、嘘をついておりました。